驚愕のラインナップ。コーチェラに日本勢が殴り込み。視聴者を圧倒する正規のパフォーマンス。今年も YouTube 配信されるので日本でも視聴可能。日本の音楽シーンから世界最大級の音楽祭であるコーチェラへの参加が発表され、期待が高まっている。今年も YouTube を通じて日本のファンに視聴が可能であり。 その華やかなパフォーマンスが待ち遠しい。コーチェラは毎年世界中の音楽ファンが注目するイベントであり、ビヨンセやレディー・ガガなどの豪華なアーティストがヘッドライナーを務めることで知られている。今年のヘッドライナーには、ラナ・デル・レイ、タイラー・ザ・クリエイター、ドージャ・キャットが名を連ねている。コーチェラには世界中から才能あるアーティストが集まり、 その中には日本からも多くの注目すべきアクトが含まれている。今年の出演者には、ナンバーアンダーラインアイ、夜遊び新しい学校のリーダーズ、ウイチが含まれており、彼らのパフォーマンスが楽しみである。88ライジングフューチャーアースステージでは、これらのアーティストが世界中の観客を魅了することが期待されている。彼らは自国の文化を背負って世界の舞台に立ち、 その音楽を通じて国際的な交流を促進している。特にナンバーアンダーライン愛はこの機会を夢見ており、ぶちかまします。と力強く宣言している。彼らは世界最高峰のフェスティバルでの出演を光栄に思い、この素晴らしいチャンスに感謝している。ウイチもまた、88ライジングフューチャーアースステージへの出演を楽しみにしており、 日本のラップシーンを世界に広める機会として、この舞台を大変貴重に感じている。彼女の才能ある仲間たちと共に、彼女の旅路を共有することができることに興奮している。そして、夜遊びも海外でのパフォーマンスを通じて自信を深め、J-POP の可能性を信じることができたと語っている。彼らは約1年ぶりのアメリカライブを楽しみにしており、 ファンとの再会を心待ちにしている。新しい学校のリーダーズも日本のカルチャーを世界に広める使命を背負い、コーチェラでのパフォーマンスに誇りを持って臨んでいる。彼らは言葉の壁を越え、五感を刺激する演出で観客を魅了することを目指している。このように日本からのアーティストたちが世界のステージで輝く姿は、 日本の音楽シーンの成熟と多様性を示すものであり、世界中のファンに感動と興奮を与えることだろう。コーチェラ音楽フェスティバルの日本からの出演者を楽しみにしているファンは、YouTube での配信をお見逃しなく、彼らの熱演が世界中の視聴者を魅了すること間違いなしである。新しい学校のリーダーズ、ウーイチ、ナンバーアンダーライン愛、 夜遊びのステージでのパフォーマンスに期待して、日本の音楽文化が世界に広がることを楽しみにしている人々に向けて、心からエールを送りたい。日本からのアーティストたちが、アメリカの砂漠に広がる大地で、世界最大の音楽祭である、コーチェラに立つ。その舞台の上で、彼らは独自の音楽性やパフォーマンスで観客を魅了する。これは単なる音楽イベントではない。 それは文化の交流、芸術の祭典であり、世界を股にかけたエンターテインメントの象徴だ。コーチェラは世界中のアーティストたちが夢見るステージの一つである。そして今年、日本からも熱い気持ちと才能がアメリカの砂漠に届く。ナンバーアンダーライン愛、夜遊び、新しい学校のリーダーズ、そしてウイチ。彼らがその大地に立つとき。 日本の音楽シーンから生まれる独特の響きとエネルギーがコーチェラに加わることになる。今年のコーチェラにはアジアからのアーティストも多数参加する。彼らは88ライジング、88ライジングという音楽レーベル兼メディアプラットフォームによって支援され、アジアのカルチャーを世界に広める使命を持っている。十八ライジングフューチャー,ースステージには中国から寄進流。 韓国からタイガー JK やヨーンミライなど様々な国からのアーティストが集結する。コーチェラの舞台は常に世界最高峰のアーティストたちが踊り、観客を魅了する。過去にはビヨンセやアリアナ・グランデなど数々の豪華なアーティストがその名を連ねてきた。そして今年もラナデルレイやタイラー・ザ・クリエイター、ドージャキャットなどがヘッドライナーを務める。 ゴーチェラはただの音楽祭ではなく、世界中の音楽ファンにとっての楽園である。日本からの出演アーティストたちは、それぞれが独自の魅力を持っている。新しい学校のリーダーズは日本のカルチャーを背負い、アメリカの大舞台で活躍することを誇りに思っている。彼らは言葉の壁を越え、五感を刺激するパフォーマンスを届けることを約束している。ウイチもまた、 日本のラップシーンの最前線を走り、その才能を世界に示す舞台であり、88ライジングフューチャーアースステージに参加することを光栄に思っている。YOASOBI は海外でのパフォーマンスを通じて自信を深め、J-POP の可能性を信じている。そしてナンバーアンダーラインアイは、コーチェラへの出演が彼らの夢の一つであり、この素晴らしいチャンスをいただけたことに感謝している。 コーチェラの舞台に立つ彼らの姿は日本の音楽シーンの誇りであり世界との架け橋である彼らのパフォーマンスを通じて日本の音楽文化が世界に広がり新たなファンを獲得することだろう今年のコーチェラは日本からのアーティストたちが熱いエネルギーをもたらすことでさらに特別なものになるだろう彼らの音楽を通じて世界中の観客が感動し 新たな出会いと経験を得ることができるだろう。日本のアーティストたちがコーチェラの舞台に立つその瞬間を見逃すな。彼らの音楽はあなたの心を揺さぶり、感動させること間違いなしである。コーチェラの舞台に日本からのアーティストたちが立つことで、日本の音楽シーンが世界にどのように受け入れられるのか、どんな新たな出会いやエネルギーが生まれるのか、今から楽しみである。 そして、これらのアーティストたちが世界の舞台で活躍する姿を見ることができる日を心待ちにしている。